絵が、そっか。そうですね、なんか。なるほど。そのまま上から描いただけじゃなくて。ああ。それやっぱ好き嫌いがやっぱみんなあるんですかね。そうですね、まあ、これは、そうですね、まあ最初は学校にそんなに行きたくないっていう時は多かったんですけど。それはなんか高校に進学するのが、そうですね。まあなんか、勉強より将棋をやりたいっていう気持ちがあったんですけど、まあでも学校に行って、でその同年代のことをすごい話したりして、自分もその応援されたり、将棋のことについてくれてる子もいたな、触れてくれる子もいたので、まあ、それが励みになったから、その将棋も強くなれたかなっていう気は今でもしてます。どこだったかな、高山に行った時に、でそこからお守りをみんなで買って、でそれでなぜか2段にすぐに上がれたんで、まあ、よっとしたらその高校生活でそのみんなと楽しんでるうちにまあリラックスできて、将棋も好調になったのかなっていう気がします。そうですね、まあ、最初はやっぱりその今までの2段以下の時の人たちと全然実力が違ったりして、まあ雰囲気もそうですね、みんな違ったのですごい戸惑ったんですけど、まあ今はそのみんなと同じぐらいのレベルで、その将棋に勉強への姿勢とか、その対局中のその、うん、前だと完全にその将棋のことをずっと考えてたわけじゃなくて、なんか例えば正座でやるんですけど、まあ足が痛いなとか、そういう感じのことも思ったりしてたので、まあそのみんなの真剣さを見て自分も真剣になれて今やれてるかなっていう気がします。岐阜の柴山先生にはその将棋を始めた頃からの付き合いなので、すごいまず将棋の基本的な指し方とか教えていただいたり、まああと強くなってからの勉強方法などを教えてもらいました。まあ森先生は奨励会に入ってからなので、その奨励会でのその対局姿勢とか、そのプロになるための勉強方法とか、そうですね、とりあえず真剣に将棋をやりなさいとよく言われます。真剣に やってますよね。そうですね、まあ結構将棋のプロになるような人は勉強家の方が多いので、あ、まあ自分もまだそこまで熱心にやれてないかなと思う部分もあります。これからも頑張りたいと思います。もっと勉強しなさい。そうですね、そうですね、まあ、やっぱり岐阜に棋士が住んでいないので、まあ、自分がその岐阜在住の初めての棋士になって、そのできるだけその岐阜の子たちが将棋をやろうって思ってくれるきっかけになればいいなと思って岐阜にいることにしました。そうですね、対局したことも結構その小学生とか中学生ぐらいの時なんですけど、はいはい、やっぱりそのすごい強かったなっていうイメージはありますね。そうですね、まあよくその最近も藤井君がプロになってからでも、その杉本先生と一緒に食事に行ったりとか、まあやっぱりそのすごい受け答えがすごい上手だなと思うのと、まああとやっぱりその将棋の面も常にその最善を追求して、その他の先生より考えられてる時間が長いんですよね、その一局でも。まあ、そういうその真剣な姿勢は自分も取り入れたいなと思っています。そうですね、まあ、やっぱりその自分が意識するのもありますし、その他の方からもその藤井君がすごい活躍してるから、自分もその同じ東海なんで頑張ってっていうふうに言われることが多くなりました。まず一番最初に上がったなと思ったのは、将棋を始めて半年間で初段になったんですけど、まあ、そこで強くなったなっていう気がしたのと、まあ、あと高校生で高2の時にその王位戦の記録係をしたんですけど、タイトル戦の、そこでやっぱりその大勝負でその一番トップの先生方の記録をしたことで強くなったなと思いました。まあ、あとやっぱりその最近はその三段リーグを1回経験して、それでまあ今期もまあ一応結構勝ててるので、この半年間もすごい強くなったなっていう実感はありますね。動画だったら、あのめちゃめちゃ金玉が非常にうまいんですけど、まあぜひ欲しいですね、それはやっていただきたいです。金玉と金玉、これが世界一周っていうやつです。これを最近結構ハマってます。確かにリフレッシュ。
おー。